不静脈とは、心拍数やリズムが一定でない状態のことを言う。また心拍や脈拍が正であっても、心電図異常がある場合は、臨床的には不静脈である。心電図の模式図体義語は、静脈だが、臨床的には正常動調率と呼ぶことが多い。正常動調率は、以下のような特徴を持つ。PR 間隔が一定である。QRS 幅が0.1秒以下である。 p 波が存在する。p 波と qrs の間隔が0.1から0.2秒程度で一定である。逆に、これらの条件のどれにどう異常があるかによって、不正脈は分類されている。さらに、脈拍数だけでなく、脈の周期や強弱の変化、心電図波形の立ち上がり速度も含む考えもある。不正脈の発生液準として、刺激生成異常と刺激伝導異常がある。 高齢者に多いが、各世代に不正脈を持っている人は普遍的に存在している。原因として、拒欠性心疾患、先天性心疾患などがある。不正脈には、様々な種類が存在し、全く自覚症状を伴わない不正脈もあるが、ある種の不正脈は、生命の危険を伴っており、突然死の原因ともなり得る。ただし、普通の人でも、 体調不良時に不正脈を起こしていることはよくあり、また常時不正脈を起こしている人でも日常生活には何ら問題がない場合も多い。興奮伝導と心電図心臓は全身に血液を送り出すポンプの働きをしている。ポンプを動かしているのは電気刺激である。まず、右心房にあるコラボを結節が興奮し、電気刺激が心房を開し右心房の下方にある。 防湿結節へと伝わる。さらに興奮は、防湿結節から、ヒずたばプルキンへ繊維へと伝導し、心筋全体へと電気刺激が伝わっていく。刺激生成あるいは、伝導経路のどこかが障害され、心臓の興奮が正常に伝わらない状態が不整脈を起こす。例えば、心房細動は、心房の筋肉の各部分が無秩序。 不規則に興奮している状態であり、この無秩序な興奮が寝室へと伝達されることで、脈が不正となる。人の安静時の脈拍は、通常50から100拍、分程度であるが、これを下回っている場合を除脈、多い場合を頻脈と呼ぶ。不正脈は、心拍数から、頻脈性不正脈、除脈性不正脈、心拍異常を伴わない、不正脈に分けることができる。 気害収縮は RR 感覚がほぼ一定だが、一部の心拍が前にずれた状態。あるいは正常な脈がかき消されたり、正常な脈の周期と等間隔で発生することもある。症状が出る場合、主に胸部に例えようのない不快感を覚えたり、連発するとめまいや失神を起こすが、心疾患がない場合は放置しても、生命への危険はない。 心疾患がある場合は最悪の場合、心室細動などにつながる恐れがあり危険である。上質性、心室性ここで述べるブロックとは、電動障害のことである。上質性、心室性全く無症状の場合には、無症候性不正脈。症状のある場合には、症候性不正脈と呼ぶ。症状としては、動機、めまい、失神、胸部違和感、息切れ、共通などが挙げられる。 など、上記の分類から、個々の不正脈の項を参照のこと。治療が必要な不正脈に対しては、高不正脈薬により、不正脈を抑えたり、脈拍をコントロールする薬物治療や、ペースメーカーや植え込み型除細動器などの結果的処置を行う、非薬物治療が行われる。心室細動などの危険な不正脈では、除細動器により、心臓にショックを与え、 心臓のリズムを正常に戻す必要がある。アッコルズにおいては、すべての高不正脈薬はそれ自体が不正脈の原因となりうるという認識のもと、電気的治療をまず優先し、薬物治療も使用する薬剤の種類をできるだけ少なくするよう推奨している。不正脈、心筋梗塞心筋症、弁膜症などの心疾患による突然死を心臓突然死と呼ぶ。 心臓突然死の原因としては、拒血精神疾患や心室細動が多いとされている。QT 延長症候群やブルガダ症候群などの特殊な心電図波形を示す不正脈も心臓突然死の原因として知られている。不正脈の診断はまずは心電図であるのでその読み方を示す。心電図の初見の取り方から診断のプロセスは記載すると膨大になるので、 財団法人心臓血管研究所の山下、武氏による分類をここで記す。どんな心電図を見たに白それによって行うことは、放置する、自分の力で片付ける、緊急に他人の力を借りるの3つに分けることができる。緊急性の評価には、心電図よりも、バイタルサインの方が、はっきりとする。モニター心電図を見て、VT のような波形があって、 循環動態が悪く意識障害などを起こしていれば、緊急に処置をする必要があるが、声をかけて、何ですかと言われるようだったらそれはあくまで心電図上だけの問題であり、循環動態は全く悪くなっていない。調律、心拍数に関して、QRS 平均電気軸と異行体を測定する、基本測定波形総合所見を述べる。医療行為において、 医療者が行うことは次の3つのパターンしかない。第一に放置する。第二に自分の力で片付ける。第三に緊急に他人の力を借りるということである。心電図を見るときも同じである。特に重要なのは他人の力を借りるかという判断である。これはバイタルサインなど他の情報が大いに参考になる。この判断は大抵。 心電図以前の不正脈の知識で解決ができる。不正脈かどうかの判断は主に心電図によって行われる。あくまで不正脈のスクリーニングをしたいだけならば12、誘導のうち通誘導と V1 誘導のみで十分である。特に、通誘導は P 波が読みやすく重宝する。このやり方は不正脈以外を見落とすので注意が必要である。ST 変化の見落としを避けるために、 あらかじめ ST 変化だけ十二誘導で除外しておくことが大切である。モニター心電図などには ST の情報はないと認識しておくことが大切である。経験的に心拍数が正常で QRS 幅が狭ければ大抵の場合は血行動態は安定している。頻脈で QRS 幅が広ければ患者の状態を確認する必要がある。 不整脈の場合は放っておいたら悪くなるのではという不安が常につきまとう。しかし、まず必要なのは今治療が必要なのかという問題であり、将来のことは後回しの考えるのが通常である。悪くなる場合は基礎心疾患があることが多く、心電図だけを見ても何もできないことが多いからである。心拍数の正常値は50から100分であり、50。 分を下回ると除脈と言われる。脈拍は日内変動があり夜は遅くなる傾向がある。すなわち夜の脈拍に関しては多少正常値を下回っても気にしなくてよい。気にするべきところは不正脈となるのかという点であり、これは急に遅くなった2秒以上脈が止まったらといったエピソードや心電図所見から考えていけばよい。除脈性不正脈の診断は 非常に簡単である。P 波が正常に存在していれば、防湿ブロックであり、P 波が存在しなければほら機能不全症候群である。この二つの違いは非常に重要である。防湿ブロックは、寝室の障害であり、突然死のリスクにあるからである。これを見たら、心室間のスクリーニングをし、原因がわからなければ、命を守るためペースメーカーの適用となる。 ほら、ホラ機能不全症候群の場合は、症状がなければ放置であり、症状があった場合も治療をしたとしても予後に変化がないので QOL 向上目的の治療となる。心拍数の正常値は50から100分であり、100分を上回ると頻脈と言われる。頻脈でもホラ性頻脈というものがあり、運動で徐々に頻脈が起こるのは極めて正常な反応であるので、 不整脈を見るという観点からは突然早くなるというエピソードや心電図所見が重要である。不整脈としての頻脈の場合は QRS 幅が非常に重要である。QRS 幅が0.12秒、すなわち 3mm 未満なら上質性の不整脈であり0.12秒、すなわち 3mm 以上であれば、浸出性の不整脈である。 心室性の不正脈の場合は緊急事態であり、速急な対応が求められる。QRS 幅によって不正脈の部位を特定できるというのは、正常な特殊心筋を刺激が伝導した場合は 0.12S 以内に伝導が終了するであろうという経験則である。重要な例外として変形伝導という言葉がある。これは QRS 幅が広いのに、 上質性の不整脈である。しかし、QRS 幅が狭いのに、進出性の不整脈という現象はほとんど知られていないのでまずは、QRS 幅が広ければ緊急事態と考えておけば、ミスは少ない。進出性か上質性かの判断ができたら、上質性なら p p 間隔で、心房白数を、進出性なら RR 間隔で、進出白数を調べ、 それによって不正脈の名前をつける。それとは別に触診法で有効な脈拍数を別に数えておくのが重要である。これは患者の状態を把握するもので不正脈の診断にはそれほど重要ではない。貧脈性不正脈の場合はどれが P 波かなど波形を一つずつ定義するのは難しい場合が多々ある。その場合はイメージで行うのだが経験がないと難しい。 基本的には、電気的な拍数が100から250分なら頻拍で250から350分ならば騒動であり、350分を超えれば再動という。ただし、寝室騒動という言葉は臨床上は存在しない。たまに早い脈が出る程度なら、気外収縮という。不正脈の飛躍物治療ガイドライン。合同研究反酸化学会。 日本循環器学会ほか、マインズ医療情報サービス、ありがとうございます。